こんにちは、ハチセミの寺田です。今日はですね、9月30日に、開催される、セミナーのご紹介をしたいと思います。タイトルはですね、IDaaSでADや社内システムと連携する方法ということで、今日もですね、ポイントを3つにまとめてみました。ちょっと解説していきますね。まず IDaaS、皆さんご存知ですか？シングルサインオンとかですね、ID の連携ですね、これを実現するために、従来であればですね、ソフトウェアを買ったりだとか、オープンソースもあるんですけども、それをインストールして使ってたと思うんですが、それをクラウドサービスとしてですね、提供するものが、IDaaSですね。ワンログインとかオクタとかですね、今回のセミナーの主催であるトラストログイン、GMO さんがやられているトラストログインとか、そういったものがありますけども、今非常に人気が高まっているクラウドサービスですね。これについてですね、解説するセミナーになっています。で、ただですね、メリットデメリットがあって、メリットはですね、Office365 とか Salesforce だとか皆さんもクラウドサービスたくさん使ってると思うんですよね。そことですね、連携が非常に簡単にできるということが最大のメリットですね。ドローン、IDaaSもですね、うちは何百種類何千種類 のクラウドサービスと連携できますみたいなことを謳ってますので、それがメリットですね。デメリットはですね、やっぱり社内システムとの連携がなかなかちょっと難しいと。おそらく皆さんの会社でもですね、昔からあるウェブシステムでもちょっとレガシーなですね、システムあると思うんですけども、そういったことの連携が難しいっていうのが、デメリットなんですね。で、今日のセミナーはまさにここで、デメリットである社内システムだとか、もしくは社内のアクティブディレクトリー、これと IDaaSとですね、どうやってつなげるかといったところを解説するセミナーになっています。9月30日月曜日ですね、開催しますので、場所は確か渋谷ですね、渋谷で開催しますので、ぜひご参加ください。URL この辺に多分出てますので、よろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録の方もぜひお願いします。ありがとうございます。